比例復活を許してないですよ。都会無双ですね。すげえ強いな。圧倒的ですね、これは。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。この話が盛り上がりすぎてあと10分になっちゃいましたね。世襲に行くもこっちに行く。いやどうします、自民党の流れで都会さんの話しますか。いやー新政調会長はびっくりしましたね、はい、萩生田さんが辞任されて、誰かって言われてたらまさかの都会さん、いやーググりましたよ。ググりましたよね。いや僕も大概わかるんですよ。そうです、政治マニアですよ、林社長。で、尾崎さんもググった。いや僕もね、都会いず誰って思いましたよ。だよね。なんですよ本当に。そうさ、福田政権の文部科学大臣かと思って、さすがにわかんないよそこまでと思って。新党先駆けチャーターメンバーですね。一時代を築いた方ではあるんですけども、2回先駆けで戦ってんだね。確かね、ウィキペディアで見たら。いやすごいですよね。だから竹村さんとかあの世代ですからね。まだ現役っていうのもびっくりしましたし、75歳なんですよね。大ベテランを抜擢したと、まあ、無派閥っていうのもありますけども。けど一般的にさ、ビジネスの世界でいうと、70代の方とかとなんかさ、政治家の方若い方も多いけれども、やっぱ70代の方となかなかさ、こうさ、最新の仕事の話はなかなか噛み合わないんじゃないかなって思うんだけど、そういう方がこの大丈夫なんですかね、政治の世界って。いやこれはでもなんかこう諸説あって、自民党が湧いてるっていう人もいて、地道にやってれば無派閥でもこんな抜擢があるんだっていうことで、希望の星みたいになってるって説もあれば、ここにしか手を出せないほど追い詰められてるから、もうさすがに岸田さんもこれは終わりで最後っぺだなみたいな。それだけ安全な人材がいないっていうことだね。誰を選んでもスキャンダルがある、記載があるっていうことかもしれないってことですね。でこれね、都会さんが NHK に抜かれる前、1時間前まで牧島カレン説が流れてたんですよ。牧島カレン元デジタル大臣、それ確かにありそうじゃないですか。女性だし若いし、抜擢人事 で結構これ角度高いんじゃないかみたいな。で僕も記者から当てられてて、もうそうだったらすごいですね。言ってたら30分か1時間後に NHK がニュース速報打って、都会喜三郎なんで、まあ、逆やんけみたいな感じの。女性若いとかでは全くなかったすごいなぁ。田村もそうし、鳩山由紀夫、石破茂ら自民党の1年生議員とともに政策勉強会、ユートピア政治研究会を結成だね。1988年だから僕が5歳の時ですよ。すごいよね。だから僕が生まれた年とかに政治家、生まれる直後とかに政治家になってますから、そして宮沢内閣への内閣不信任決議可決に伴う衆議院解散の直後に自民党離党、新党先駆けを結成、チャーターメンバー、すごい ねちょっと石破さんと似てますよね。同期だし、で離党してまた戻ってきてるっていう、だからその合流なんですよね、自民党の中では、ね、これ自民党は一旦離れた人に厳しいからね。そうなんですよね。大臣まで務められてね、また政調会長ですから、いぶし銀として党内の評価は高いんでしょうね、悪く言う人はやっぱり、あんまり聞かないですからね。石破さんの推薦人になったりしてるんですね。あやっぱ暴流ですね。先書きつながりですかね。いやでもこれ政調会長が支えて、やっぱ石破総理爆誕の道がやっぱ見えてるんですかね。これ党三役からの信任を取り付けてますよ、これ石破茂。まあまあ政治詳しい我々が誰という思いました。すいません、不勉強で。いや本当本当。選挙区どこ？選挙区兵庫じゃなかったでしたっけ？加古川市はですね。兵庫10区。兵庫10区。歴代は誰なんですか？歴代の10選してるからずっとこの人なんですか？そうか。維新は堀井さんが比例復活してますね。そうなんですね。堀井さんってどんな堀井さん？この方は元地方議員の方で1期目なんで、ね、あそうなんですね。メジャーじゃないですか。比例復活を許してないですよ。都会無双ですね。すげえ強いな。圧倒的ですね、自由党の時代に比例復活1回させてるだけだ、すごい、すげえ強えな。1回だけ分けてるんだな、先駆けの最後で、ね、自民党になってから無双状態ですね。維新の会やっぱね、兵庫で兵庫は強いからね。だってあれでしょ、民主党の解散の時でも2009年でも勝ってますね。あ2009年負けてる、負けてんだ。2009年で1回落選してるんだ。さすがにね、さすがに民主党ね、旋風でこの34歳若手に負けて、そこ以外はもう次回比例復活も許さず大逆転して戻ってきてるパターンですね。さすが10選すごい。苦労もしてますね、2回落選してるから。落選経験もあってっていうところで人格者なんじゃないですかね。そういう、どうですか音喜多さんの選挙の状況は、選挙区回ってますか。回ってますよ。僕も相手がね、安倍派なんでね、自民党は。今ね、海江田万里さんがお元気になったらしく、あ、そうなの。そう、なんか引退されるんじゃないかと言われてたんですが、もう一回出る、今回のこの政治資金の問題が出て、これはまだ俺の出番なんじゃないかみたいな、っていう噂も今出てきてですね、まあ、自民党が今回減りそうだもんね。やっぱり東京だと自民党が減った分の風ってやっぱり立憲が受けるわけですよ、やっぱ野党第一党なんでね。だからそれを受けて海江田さんが今ちょっと元気になって仕事周りを再開されてるんじゃないかと。慣れない選挙区はどうですか。いや本当に新しい発見ばかりで楽しいですよ。歌舞伎町も選挙区ですからね。そうだよね、歌舞伎町の人全然選挙行かなそうだから頑張って行ってもらおう。ちょっとポスター増えてきたんですけど、歌舞伎町。そうなんだ、はい、うろうろしてみてください。
謎に歌舞伎町にポスターがあります。次回は、はい、あ意外と、はい、あの僕と時田さんのね、はい、やつコメント見たらね、はい、あの週に1回やってほしいとかなんかね、結構好評だったりとか、そう割と再生回数が回ってる回もあって、ね、ありがとうございます。政権公約意外といきましたね。あそうですね、もう林さんの政権公約、はい、いろんな意見がね、あの来たりとかして面白かったんでね、ぜひあれのね、あのコメントのお返事とかも取りたいんですけど、はい、ですね、これから取りたいなと思ってね、世襲はどうなんだ、世襲はどうなの問題、あとは特別会計、特別会計400兆円の特別会計問題、どうするのこの国、あの増税するしかないの、それともちゃんとカットとかしてちゃんといけんのみたいな、その辺の財政の道筋を話したいですね。それが次のトークテーマかなと思ってるんですが、はい、皆さんもこれを取り扱ってほしいというところのコメントをぜひコメントを言うし、あとあれだね、確か個人の政治献金の枠って150万だっけ、150万です ね今年使ったかな俺、大丈夫ですか、使い切ってなければ、ね、節税効果もありますよ ねなんか150万でなんかでしょ、節税効果75万分になるみたいな、その所得控除があります、ね、75万で150万いけるみたいな感じでしょ、はい、また効果としては、なんかちょっと調べてみようかね寄付税制を今盛り上げるみたいな話してて、企業団体献金とかのパーティー券っていうのは、あれも節税になるじゃないですか、はいはいはい、それは個人献金よりそっちの方がやっぱお得だからみんな企業団体献金をするわけなんで、個人献金は有利な税制にするとかで、小口献金を増やしていくっていう政治改革もしなきゃいけないんじゃないかっていう話は今この裏金問題出てきてちょっと話してたんですよね、まあ、それで思い出したけど、はい、泉さんが立憲に復帰とかしたら結構取るんじゃない、はい、あ泉房穂さんですか、あの彼は絶対野心ありますね、房穂さんを幹事長にとか言って言ったらさ、はいはいはい、立憲伸びちゃうんだよね。いや不気味な動きですよね。ないかな、泉房穂さんが自分をどこまで高く売るかですよね、幹事長がなってもいいんじゃない、どう、岡田克也さんを変えてね、でも多分ね一歩く出現はしますよ、ね、守りは弱いんであの人、幹事長とか向いてないかもしれないです、ね、政調会長あたりがいいのかもしれないですけどね、まあ、政調会長も結構な露出大きいからな、泉さんが立憲に帰ってきたら議席伸びそうだね、泉房穂新党あるやなしやみたいな話で一本今度取ってもいいのか、そうですね、ホリエモンと今喧嘩してますね、ひどいよねあれ、褒めてんのに ねそう、堀江さんよく番組でねいつも言ってて、泉房穂さんに1000億円とかあげたら ね日本引っかかるんだっていつも言ってるんだよね、言ってんのね、あんななんか金権政治の権限みたいな感じで言い返してね、そう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 、ひどい話よね、泉さんは瞬間違和感なんですよ、それはあんまね僕は政治家っぽくないなと思って思いますよね、いい人ではありますよ、そうですね、でもねやっぱ支持は結構高いでしょうね、今の時代ね、クリーンっぽいもんね、あとあれ爆発的になんか変えてくれそうな人って、まあ、かつての橋本徹もそうでしたけども、やっぱ期待が集まりますよね、でも分かりやすいですし、泉房穂さんの若かりし頃のなんかあの子育ての法案のなんか国会での演説とか見たんですけど、なかなか胸にくるものありましたね、プレゼンもうまいですし、実際何度もあの飲んだことがありますけども、熱いですよ、やっぱもうね、情熱があって人の心を動かす力があるんで、あいつはやっぱね、政治家、そこら辺は政治家って感じですね、そろそろなんかゲストも呼んできたいですね、確かにね、一回ね、誰がいいかな、まず、門真さん、ああ、立憲民主党の若手の方に和馬氏、玉木さん来てほしい、多分来てくれますよ、来てくれるかな、今度一緒に出ますよ、どう、前原さん出てってどんな気持ちなんかいいんじゃないですか、いや、ですけど、玉木さん結構 NG ない人ですからね、ひどい話よねっていう話したいしね、あと誰かおすすめいます、おすすめね、維新の他の若手とかも呼んでみてください、ぜひぜひ、藤田文武幹事長とかね、いいんですかそんな感じで、そんなの国会までお伺いしますよ逆にこう、あえて共産党とかも、あ、会いたい、あの山田さん、あの、はい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 、彼とはすごい、ね、年も近くて優秀ですけどね、はいはい、政策は合わないけど話はできるっていうね、そういう人とも広く交流をしたいです、そう、超党派ですからね、FC チャンネルは、これからもフランチャイズチャンネルのなぜか僕の国政選出のために、ね、講師今度で行きたいと思います、はい、FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、はい、